危ねえ。危ねえ。はい。黒田さん、ダクトから出てきました。え、出てる、出てる。え、気のせいですか。何の話なん。落ち着いた方がいいよ、マジで。プーロ参加か。いや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 、え、ふんまん、その話してんのか。わからんって。俺今日はな、下りがさ、5MS しか出てなくて、どれだけやらせてくださいよ。物騒な話やめません。うわ、やっぱフーロかよ。終わったね。くっ、早めでしょ。いや、俺扉開けてたんだから。え、俺なの。早っ、ほら。ほら手出してる。いや、だからこれはもう手出してる。手出してる。手出してる。先に手出した方が罰せられるべきでしょ。僕まだボール狂ってない。いいんですか、皆さん、こんな応募を許して。いいですよ、別に。そんな子だと思わなかった。あかんと思います、それは。今、僕は自分を信じるんで。は、出た、高坊の自分信じる。これ、高坊さんが自分信じるって言ったときは、絶対白なんで、皆さん信じた方がいいですよ。ほら。なるほど。な。ちなみに最初あれダクト入りました。入ってないって。何言ってんのパズドラお前。パズドラお前ほんまに幻覚見てるで。行きまーす。重っくそダクト入ってるけどな。見てるかパズドラ録画。パズドラ見てるか。俺ダクト入ったぞ。録画見てるかパズドラ。ダクト入ったぞ。来ねえな、ライト。ライト待機戦法しちゃうの。は？あ、コミュか。めんどくさ。ここな。コミュ直った。あしかも扉閉まってて気づかれんのめっちゃ遅いやつ。ちげ、ライトの射程ムーブ俺もやったじゃん。はっ、もうほんまビビらせんの、ね、3人死んでる。え、うわ、え、3人やられてる。やばっ。おいおい。え、ちょっとお前たち、じゃあすいません、今とりあえず興奮しててバイタル見て河川さんが一番最初死んでたんですよ。で死体がどっかにないかなと思ってちょっと探してたんですよ。で電気消して直すところあるじゃないですか。はいはい、エレクトリカルで、あそこの防犯カメラ見る場所の通路あるじゃないですか。はいはい、見るためのそこで絆目さんがジジイ佐藤さん噛んでるの見ちゃいました。じゃあ絆目さん、完璧。絆目さん、それはやばい、素晴らしい。それはで、これはやっちゃいけない。これに関しては僕ジジイ佐藤さん見てないんですけど、かまいたちさんと一緒に釣ってほしいですね。ええ、いや、それはちょっと、まあ、いやでも、いやでも、3人殺されてるな。はい、見そうかな、これ。俺はもうなんか、絆目さんで行きしますけどね。僕は、フーローさんがカメラ見てるのは確認したんですけど、はい、自分はもう、カメラ見てました、ずっと。ジジ佐藤さんとかまいたちさん見てなくて、で、セキュリティとエレクトリカルの間の、大津側の通路を下が行った時に通報されましたね。なんで、ちょっと口乾いてるわ、あかんわ、これ。え、6人にして。ちょっと待ってください、どこで死体見たんでしたっけ、すみません。エレクトリカル。あ、エレクトリカルあたり、50秒あたりのところですね。なんで僕とかまいたちさんをローラーしてほしいですかね。いや、これなんかあれっぽいな、なんかせめてこう一人でなんか疑いに行って疑われてる側の人がローラー提案するのもなんかね。いや、一応セキュリティの上でかまいたちさんは最後確認できたんですけど、はい、自分何もしてないのに疑われるのおかしくないですか。なんでだって映ってたんでしょ、だって。え、はい、でなんかカメラはカメラ見てないです。カメラはフーロさん、カメラ見たけど、ちなみにフーロさん、はい、あ、でも見てるタイミングが限んないか。いや、カメラ見てたけど、かまいたちが見たから終わりで、僕先でいいんで、かまいたちさん釣ってもらっていいですか。絆目さん、いい人なんかな。でも僕先でいいんで、いい人なんかな。いったらどうします。いやでも、いや、これ、まあ、とりあえず絆目さんとりあえず、わかりました。とりあえず、なんかでも、どうなんやろ。いや、分かれへんかい。ロラスならロラスでも、ちょっととりあえず僕ボタン押しますね、一回。時間は押さなくてよくね、もう。もうみんな心の中でもうこれ傷だめよって思ってるだろ、これ。ポラスは起きるね、いさかいが。いさかいマップって言われてるからね、ここは。マジで。
地元の中学校よりも、ね、いさかいが起きてるからね。あっちっくれ、まあ、天気ないっす。いや、まあそれはするでしょ、ね、さっきと同じじゃないですか。とりあえず釣り切っても正直いいかなって感じはある。5人のうちの4人、まあ、4分の4、そうですね、まあ、キズナミさんが鬼だっていうのは僕がもう見ちゃったんで、情熱が足りねえよ、まあ、ローラーするならするで、あのまあ僕も殺しちゃっても別に問題はないです正直、はい、まああと5人で、あと確実に1人なんで、いいの、かまいたちで1人だから、はい、死んでいいの、そういうゲームやもんな、死ぬでそういうゲームです、死ぬで、どう、全然わかんねえ、意味なくね、あと一人が誰か全然わかんない。これだからかまいたちさんいなくなった後のこと考えないといけないんですよね。ですよね。ああ、まあそうですね。誰もまだ信じられる人がいない。はい。でも逆にかまいたちさんぐらいしか信用できない、このタイミングだと。いやでもそうなんですよ。いや、僕も。いらないでしょ。って言われたら、そこせなあかんのか。いや、ドライだわ。そういうのは正直、まあ、ちゃんと知った方がいいとは思うんですね。じゃあそれを野放しにして、万が一かまいたちさんが鬼だった場合とかを考えると、面白いじゃん、そっちの方が、スクしかがないんで、ちょっと申し訳ない、ダメだ、少なくとも、もう一人はほぼほぼ確実に、やばいよこれ、でも1-4って一人死んだら、リスクがコラスだったらダブルキルで終わるぜ。従います、犠牲になってもらっても大丈夫かな。はい、かわいそう、あとは絶対いらんわ、ほんま絶対かまいたち残しといた方がいいっしょ。待って、プロなんで一撃で決めます。あ、あーしょ、これ一撃で決めないと今日はちょっとぐっすり眠れない。味噌かよローラーやり始めるとマジでハ終わったんじゃねこれ、ルーシー、え、押した、え、ハウケる誰死んだのこれ、え、ほらマジでやったわ、絶対ローラーじゃないって、ポラスはマジでやばいよ、詰めれるかルーシー、みんな死んじゃったけど、いや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 、死にすぎでしょ、死にすぎでしょちょっといいですか、はい、さっきエマージェンシーみたいになってたじゃないですか、あの2つ分かれるやつ、ね、で、みそさん右にいたじゃないですか、俺ずっと右で、はい、で僕それで右行こうかなと思ったけど、みそさんがいらっしゃったから、左に行ったんですよ、僕最初に左にってか、みそさんがそこの右でやってるの見てて、でだから左に行ったんですけど、なんか押してもなんか反応しなかったんで、みそさんがやられてる可能性考えて右に行ったんですよ。そしたらルシーさんとすれ違ったんです。いや、フーロさん、僕、右やな。フーロさん、左から来て、なんで押さんかったんやろと思って。いや、あですか、これ、みそさんが一番怪しいと思ってるんですけど、今。なんでですか、僕、ルシーさんと二人で結構、右側から、1V5 だ、これ。一緒だったじゃないですか。1V5 から勝ったやろ。多分、タスクやってんのもちょっと見てたんで、多分、で、この、あれだと多分、みそさんだと思うんですけどね。右で手合わせてましたけど。いやでもそれは最初からそこにいて、白、自分の白を証明するためっていう。いやでもフーロさんがやっぱ左押さん理由がわからない。いや押したんですよ、左って。でもなんか押しても反応しなかったんですよ。ってことはみそさんが押してなかったってことなんですよ、それは。いや。で、戻ってきたタイミングで多分ルーシーさんに信用を得るために、いやでも、フーロさんが僕とすれ違った段階でもまだ2分の1。みそ喋ってない。ゲージ。いやだからみそさんがずっと触ってるって証拠じゃないですか。あと、フーロさんが、フーロさんが、あれってもしかして、みそ溜まってるだけ。なんか長押しとかする感じのやつですか。ルーシーシーです。長押しですね。すいません、自分、タップしてました。いや、そうなんや。いや、でも本当に経験ないんで、申し訳ないですけど。いや、でも、ちょっとじゃあ、今釣るのちょっと、でバカ釣らないと終わりだって。まあ、証明できないですけど、証明できないですけど、ルーシー気づけて、3人で行動した方がよくない。でも殺さないとダメなのかも。ダメだ。フーロックさせてる。10秒で決めろ。いや、でも自分はルーシーさんを信じてます、今。信じてます。ミソさん。いや、俺は変えるわけ。ごめんなさい、フーロさん信じてません、俺は。いや、いやー、決まったー、ミソ。これはミソさんです。いや、まずまず。
や、ごめんなさい。信じれない。ディバイ。いやー、ミソアームリバイブ勝った。ディバイ。いや、負け。ディバイさん、クラッチしたよ。いや、全然。いや、すごい、すごい、すごい。申し訳ない、マジで。いやー、すごい。マジで。カバーしてほしい。いやー、すごい、決まった、完璧に。ごめんなさい。いや全然白証明できないのマジで申し訳ない。完璧に決まった。うわ申し訳な、ごめんなさい。いやうわうわめちゃくちゃきついこと言うと思った。なんで信じられへんのフーロのこと。いやだってだっていやすれ違っ。いやあのマジであのタップしててできなかったんですよ。こんなに熱弁してるのに。いやマジで処罰された感ある。いやおもろいな今日は。いやでもいやも強い。引かねえな。いやもうのめり込みすぎて大切な何かを失おうとしてる。やっぱねこのゲーム人狼とかと一緒にしちゃ絶対ダメだよ。一晩で3人殺せるぞこのゲーム。あ、よかったー。お前最初のエレクトリカルだけはマジで俺もう近寄らねえよ。あっちゅ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 ん。はい、うるしない。これもうなんか本当に申し訳ないんですけど、はい、ちょっと自習してほしいんですけど、あ、もう誰って言わないから言われててほしいと。あ、そうですね。あのドロップシップで僕とフーロさんとあと一人誰かが最後までいたんですよ鍵のところに。見てねえのかよ。うん、で、僕だけあのストレージのガソリンのとこに先に行ったんですけど、その時にいたのが誰だったかなと思って。誰だったか。まあ覚えてないから自習してほしい。わざわざあちらに死体は、はい、あのドロップシップの中にありましたね。なんでもうほぼその人で確定でいいんじゃないかなって思ってるんですけど。誰の？え、忘れてるんですか？いやちょっと分かってるけど。わかった。キズナ人が嘘つくとこ見たいの？いやあいやあそうですね。お前こいつダメだ絶対覚えてないわ。もう絶対違うっていうのは河川さんじゃないっす。え、そうなの？そんだけ。なんで？河川さんじゃないの覚えてるんですけど。あとパズドラさんも違うと思う。あのパズドラさんと俺は開幕速攻で出てったから外下の方に。あ、そうですね。速攻で出てた人は違います、ね。はい、で、かまいたちさんとみそさんも違うと思います。セキュリティでカメラ見てたん誰？あ、はみそさんですね。僕、一番最後ですね。あ、一番最後はみそさんです。その時僕もいました。僕とパズドラさんが、レポートされる前の消毒のところ。右上の。はい、はい。あそこで2人でずっとくっついてたんで、多分お互いに白だと思う。もういいよ、絆め。言ったれよ。もうあと20秒しかないわ。20秒しかないんで。あ、言ったよ。覚えてんねやろ。覚えてるないっすね。覚えてないからじゃあ、お前殺し。ええめ。やべえわ。だもう一人のやつやねんな。バチャジャビさん。いや俺だから下にいたって。あ、じゃあ。バチャジャビさんは開幕すぐ出てたんで違うんじゃないですか。開幕下にいたって。どうしたキズナム。いやちょっと記憶が。おじいちゃん。なおじいちゃん。これぶっちゃけさ忘れるんだよね。これ。あの時誰と一緒にいたのかって。マジですぐ忘れる。覚えてらんないんだよな。なんかこれしょうもない。タスクをさやってるとマジで忘れちゃうのこのゲーム。すぐ忘れちゃうんだよね。覚えてらんないのよ。だからなんか誰か怪しいと思ったら無駄になんか決定的に言うんだよね。お前お疲れみたいな。当てずっぽで言うんだよな。お前お疲れなみたいな。5割ぐらいしか覚えてないことを。くっそ、たりまして、このクソガキはまして、おい。いや、俺じゃねえ。しかも見つかったの。くっそ、無意味に死んだ。
で、はい、やられますよね、たぶん。期待があったのは、はい。どこでしたっけ、ウェポンズなんですけど、ウェポンズ、はいはいはい。俺入る前、ウェポンズ入り口に、ジジ佐藤さん立ってて、はい。中に入って、タスクやろうとして、ジジ佐藤さん鬼だったら怖いなと思って、一回見に行ったんですよ、入り口の方。はい。そしたら、レポート出て、レポート出たと思ったんですけど、だから、その、タスクが寄ってる。あ、入って出るまでの間に、誰か、ウェポンズ通りかかった人見てませんか？え、もうウェポンズの中に死体があったんですか？もうウェポンズの入り口のところでもう死んでました。出て入ったらもう死体があった感じです。じゃあそういうことか。暗くなったってな、ほんまに死体みたいな、みたいなさ。明るくなってから、あっと。あら、はい、入ったら死体あって。本物の死体見たんちゃう、これさ。え？バイタルの時にみんななんか集まってたじゃん、結構いろんな人が。ああ、はい。集まってたじゃん。その時に、僕、スペシメンルーブンにタスクがあったんで、アドミンで地図見たんですよ。その時に、ジジ佐藤さんの死体があった場所に一人だけいたんですよ。まあ、でも、インポスターですよね。はい。多分、インポスターかジジ佐藤さん、どっちかで。で、多分、その。それ、いつ頃ですか？いつ頃どいつ頃だろう暗くなる直前あたりですね、多分。ああ、その時は、はい。その時に。あ、違う違う、その時のウェポンズの多分いるのと俺っすね。多分、入って出たら、もう死んでたんで。あ、そういうことか。どういうこっちゃ。え、じゃあ、誰か、ちょっと、だって、アドミンでいっぱい固まってた時ってことですか？はい。誰だ？アドミンってかあれっすね、あっちの。アドミンか、バイタル。横のバイタル。まずいな。誰もわかんない。うわぁ、マジでわかんねえ。これ、鬼にっこにこやろうな、これ、マジで。これで高もやったらクソボロやん。わかんねえ。おじいちゃん。誰やねん。もう一人。佐藤の方、誰がやってんのかな。鬼の時のわかんねえあるな。わかんねえ。高坊わかんねえ時大体鬼。自分信じる時大体白。わかんねえ時黒。自分信じる時白。あいつ決め台詞みたいなとこあるからね。これでもこの法則当てはまってたらクソ面白いんだけど。はい。はい。よう。はい、よう、またルーシーさんとこんなことになると思わなかったぜ。え？どこだっけな。かまいたち。今、パズラさんが。なんでかまいたちあんな元気になった今。ウェポンズにあったんですよ、死体が。はい。はい、で、僕最後、パズラさんがウェポンズの方に行くのを見たんですよ。上のどこだっけ。コミュニケーションのところに助かったの。で、その後に、まあ、終わったんで、ちょっと。扉が閉まったんで、開けたときに、その開けたときとタイミングが一緒のときに、ルーシーさんが、ウェポンズの方から出てきたんですよ。いやいや、違います、違います。これ違います。いや、俺、そもそも出てきてコミュニケーションいました。はい、コミュニケーションで、出てきて、みそで、中見たら、パズロさんの死体があったんですよ。いや、これはほんまにみんな騙されてます。いや、これは本当に信じてます。3回連続で鬼になってますけど。いいですか、いいですか、いいですか。ラボラトリーのスペシメン行く通路の、出入り口あるじゃないですか。あそこの前に立ってた人って誰ですか、はい、これです。ああ、あ、しゅしゅさん。で、スペシメンの方に、キズナミさん行くの見えて、ちょうどすれ違って。行こう。だから誰か一人行ったのは音聞こえてた。俺、右上のメトベリーみたいなやつの、あれやってたから。これ2人いますよね、まだ。これ二人、はい、やばいっす。いや、ほんまに、かまいたちさんです。いや、すいません、ほんとに嬉しいっすかな。いや、俺、そもそも絡んでもないっす、かまいたちさんと。もう、嫌なのにこんなに。俺を信じてくれます。かまいたちの言い方でわかるやん。かまいたちさんが一人で、一人で全部マジで俺のことを引き下げて全部言ってる。いや、多分、キズナミさんが言ってた、誰かが
その一緒に行ったら、ルーシーさんの可能性高いんですよ。違う、違いますね。全然それも違う。もう自信満々やん、かまいたち。最初から違う。もう本当に、マジで。かまいたちさんがファッションで票入れんなよ、絶対。かまいたちさん信用したいっすね。何ですね。違います。いや、ほんまに、かまいたちさんです。いや、ルーシーさん、ルーシーさんが出てますよ。いや、俺、自分自体じゃないですか、正直。好きなように入れましょうよ、みんなで。好きな方まあでもここで負けたら、覚えてない絆目さんが先般なんで。絆目さん先般。ルーシーさんだって可能性も。絆目さん先般。まだわかんないからね。結局構えたら信じるじゃん。これで、いやもうこれかよ、最後残ってんの。もうマジで世界一めんどくせえよこれ。はい、あ、はい、はい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 、あー終わった。もうこれほんま、さてと、味噌見に行くか。味噌味噌味噌。あ、死んでないかな。誰も死んでないか。おお、さすが味噌ね。さっきやってるからね、手出せんわな。カメラ見とるわ。かまいたちおって、高棒カメラでライトが消えて、味噌は？味噌このライトでは手出さんか、これ。あー出さないね。いや結構タスクきついさ。もう一回 1v4 入ったー、ダクト。これちゃうんや。これやんの、やんのかと思ったわ。え？やった？もしかして。やってる？高棒やってる。ここでメルト？さっき勝ったメルト。多分これ下の方で殺して。あれ？左見て、え？キズナメ行って間に合うこれ。うお！やばわこいつ。そうでしょ。お前やば。やば。よっしゃ。お前やば。喋らないで聞いて。お前やば。無理だよ。マジで。みそさんありがとうございます。エイム引退。嘘だろ。みそさんありがとうございます。やばお前。ナイス。殺戮マシーン。マジで爪痕になってんじゃん。キラーマシーンやばい。やばお前。本当に。え、あれの状況で。最高キラー。気持ちいい。なんでやんな。さん、もうかまいたちさんなんでこんなまとわりついてくれんの。ちなみに、ルーシーさん名前見えてないですよ。入り直しを言う。あ、はい、入り直します。めっちゃみその気持ちよさそうな鼻息聞こえたよ、今。